本田ダコーチ12月15日から1964年12月6日は日本の政治家、衆議院議員、愛知県会議員、愛知県議会議長などを務めた。文芸評論家の本田昭子、陶芸研究家の本田静夫は弟、衆議院議員の伊藤吉子は義枚。 愛知県西鴨群上郡城郷村花本に生まれる。父親の本田松三郎は上里村長を務めた。衣人情高等小学校卒業。1912年、京北中学校卒業。1927年9月25日の愛知県会議員選挙に西鴨郡選挙区から立憲民政党公認候補として出馬し初当選した。3期目の任期中。 選挙違反の過度で捕まり、未決交流日数は178日に及んだ。1937年12月21日に辞職。それから1939年9月の県議選で、帰り咲いた。同年10月から1942年5月まで、県議会議長を務めた。この他にしかも軍農業会長、愛知県農業会副会長なども務めた。 1942年4月30日に行われた第21回衆議院議員総選挙に大政翼3回の推薦を受けて出馬し初当選した。戦後、日本新歩党の結成に参加するが、1946年、公職追放となる。追放解除後の1953年の第26回衆議院議員総選挙に、愛知4区から改新党公認で立候補したが、 落選した。1959年、一部の豊田市議会議員の後押しで翌年に人気満了を迎える豊田市長選挙への出馬の意向を表明。しかし、豊田自動車労働組合をはじめとする組織層が現職の長坂定一市長に推薦を決めたことなど、客観情勢を考慮して、同年12月31日、出馬断念を明らかにした。同じ頃、 本田の息子の本田修司が支部長を務める日本社会党と田支部は、市長選対抗馬を模索していた。本田が出馬を断念したことから、本田の儀前の衆議院議員の伊藤義子と共に、長坂に推薦を申し入れ、1960年1月16日、社会党の現職市長推薦が決定した。また、自由民主党と田支部も、長坂を推薦することを決めた。 市長選を約半月後に控えた1月28日、ホンダは意を翻して、再度出馬の意向を表明。市長選は2月14日に行われ、長坂1万1843票、ホンダ1万580票で落選。敗れたものの、市名変更反対で戦った市民、青年会、婦人団体の支えは予想以上に大きかったことを示した。 1964年2月の市長選に再び立候補。元豊田自動車従業員、全員愛知県議会議員の佐藤保次に敗れ、落選。同年12月6日、胃潰瘍のため、鴨病院で死去。70歳没。ありがとうございます。